ね。習主席、軍に米国との衝突へ備え指示。政権初期の演説集で明らかに。米氏。中国の習近平国家主席は15日午前、日本時間16日未明、6年半ぶりに訪れた米国でバイデン大統領と会談した。両国は関係の安定化を図ることができるかが焦点になる。そんな中、米紙ニューヨークタイムズは習氏が権力を掌握した初期、米国との共存を誓う一方、中国人民解放軍に対して米国との軍事衝突も辞さない姿勢を示していたと伝えた。米中両首脳は15日、米サンフランシスコ近郊で会談し、幅広い分野で対立が深まった両国関係の緊張緩和を図った。バイデン大統領は、競争が衝突に転じないようにしなければならないと表明。習主席は、この50年余り、中米関係は順風満帆ではなく、紆余曲折の中で前に向かって発展してきたとし、地球は十分に大きく、中米両国を受け入れることができる。私は中米関係の将来は明るいと固く信じていると述べた。また、両国の関係は世界で最も大事だとし、立場の違いは乗り越えることができると強調した。だが、米紙ニューヨークタイムズは、両首脳の会談を前に、今週、習氏が国家主席に就任した前後の時期から、中米関係の安定化を確信しているとしながらも、その裏では軍事衝突に備えるよう、中国人民解放軍に指示していたと報じた。2015年に初めて米国を国賓訪問した際も、習氏は米中が対等な立場で平和的に共存する超大国の関係の新たなモデルについて希望を込めて語った。だが、同紙によると、帰国後に習氏は軍との会談で、対等する中国と長年にわたり世界秩序を管理してきた米国との間の競争激化はほぼ避けられず、人民解放軍は反撃に備える必要があると驚くほど厳しい言葉で警告したという。習氏は中国の平和的台頭を主張しているが、共産主義中国が追いつき追い越すことを西側は受け入れないと確信し、西側は中国の躍進を挫折させ、共産党打倒の試みを決してやめないと軍幹部の前で演説した。同紙によると、このような習氏の発言をメディアはほとんど報じていない。疑いの余地はなく、我が国の力の増大が国際秩序の根本的な再調整を推進する最も重要な要因であると、習氏は訪米から2ヶ月後の15年11月、軍の最高司令官ら幹部にそう述べている。当時のオバマ米大統領に対し、南シナ海を軍事化しないと確約したにもかかわらず、習氏はその翌年の16年2月、上級司令官らを前に、中国は南シナ海でのプレゼンスを強化する必要があるとし、南シナ海の島々や浅瀬、海洋戦略における歴史的な躍進を達成し、海洋権益を守ると明言。その後の数年間で、中国は実際この地域の軍事インフラを急速に拡大した。これらの発言は人民解放軍や共産党幹部らに向けて行った演説の一部で、上級将校による内部研究のために軍がまとめた習氏の演説集、国防と軍事発展に関する習近平の主な発言、12年から16年2月に収められている。ニューヨークタイムズ紙はこの演説集を閲覧し、内容を確認したとしている。同紙は収録されている演説が21世紀の世界情勢を形取り、超大国間の対立の中心にいる指導者がありのままの視点を伝える貴重なものだと指摘。トランプ前政権で米中関係が急速に悪化する前から、
中国の台頭が優位性を維持しようとする西側から反発を招くという習氏が、時としてほぼ運命論的な確信を表明してきたことを示していると解説した。習氏は14年、人民解放軍の空軍将校らに、我々の発展が早ければ早いほど外部との衝撃は大きくなり、戦略的な逆風も大きくなると演説。その上で習氏は、西側は中国共産党を転覆させ、海外における中国の影響力を封じ込めようとしてきたと主張。共産党は、これらの脅威に対し、鉄拳の統治とますます強力になった人民解放軍で対応しなければならないと熱弁した。一方、習氏が米国との関係の安定化に努めていることも事実だ。それは中国が抱える経済問題と外交的孤立に対処する必要に迫られていることが理由だと同氏は分析する。実際、習氏は最近訪中した米国議員らに対し、中国と米国の関係を発展させる理由は1000ほどあるが、関係を破壊する理由は全くないと語った。だが同氏は、米中の相互不信が根深い分、両国間の緊張緩和は困難になりそうだと予想した。アメリカが、中国が経済的に歩み寄れる具体的な案件は少ない。アメリカは大統領選を来年に控えています。半導体規制緩和はしません。アメリカの意図はひとえに、不測の事態から米中が衝突するのを避けるため、軍同士のホットラインの再開にあります。気球問題以来、閉ざしたままの人民解放軍制服組トップとアメリカ制服組トップのホットラインです。優遇といっても単なる接待。習近平のメンツのためのイメージ作り、中国が要望する具体的な経済規制の緩和はありません。経済は事実上ゼロ回答です。それをカモフラージュするための演出。特に日本がはしごを外されるというフレーズは、中国の情報、世論戦の常套手段。アメリカが一つの中国というのも何ら変わりません。ただし、記者会見で台湾防衛を聞かれたかは定かではありませんが、よーく経済制裁緩和で合意した内容があるかどうか報道を見ればわかります。米中首脳会談。習主席、数年以内に台湾攻撃の計画ない。軍事対話再開に合意。米国のバイデン大統領と中国の習近平国家主席が15日、現地時間の首脳会談で中断していた軍事対話チャンネルを復元することに合意した。バイデン政権の当局者はこの日の会談後、記者らに対し、バイデン大統領は習主席に両国が軍対軍の対話を制度化すべきだと明確に要請し、中国が制度化に向けた措置を取ることに合意したと伝えたとロイター通信が報じた。この当局者は、中国が現在空席の国防相を新たに任命し、オースティン米国防長官と会うことにしたと伝えた。また、両首脳が米中関係の各領域の対話と協力を増進するために、人工知能 AI 政府間対話設立、中米麻薬対峙協力実務グループ成立と麻薬対峙協力に合意したとも明らかにした。その間、米国は深刻な社会問題となっている麻薬性鎮痛剤、フェンタニルの原料流通遮断に対する中国の協力を要請してきた。特に、習主席は台湾が米中関係で最も大きく、最も危険な問題という点を明確にしたと、この当局者は伝えた。習主席は、今後の数年間、台湾に対する軍事行動計画はないとし、米国は台湾の武装を中断し、中国と台湾の平和な統一を支持すべきだと述べたという。ただ、習主席は、中国が望むのは台湾との平和的統一だが、武力使用の条件への言及を続けたという。
貿易問題に関しては米国の一方的な制裁を解除し、米国企業に公正な環境を提供することを望むと習主席が要請した。このほか、教育、留学生、青年、文化、体育及びビジネス交流などに合意した。両首脳はこの日、午前11時16分頃に会って握手した後、2時間ほど首脳会談を行った。その後、2人ずつ同行して小規模な会談、昼食会、庭園散策など親交の時間も持った。会談を終えて習主席と散歩中だったバイデン米大統領は記者らに向かって手を振り、両手の親指を立てた。会談はどう進行したのかという記者らの質問にはうまくいったと答えた。習主席は発言せず手を振るだけだった。バイデン大統領とホワイトハウスはこの日、X、旧ツイッターで今回の会議を実質的な進展、率直で建設的な議論などと評価した。バイデン大統領と習主席が向き合ったのは昨年11月14日の主要20カ国地域 G20 首脳会議以来1年ぶり。台湾の総統選の結果次第ってことだろうが、金平ちゃんが攻撃したくても果たして軍は機能するのだろうかって心配もあるよね。戦時体制になったら軍が反乱を起こす可能性がある。今でも相当ビビっているって話だから、岸田のメガネ同様にこのままずるずる何もできないで権力をなくして、最後は権力闘争に負けて一巻の終わりじゃないのかな。